皆様こんばんは。こんばんは。キャスターの恵み龍之介と申します。野原美奈江です。皆様こんばんは。それでは冒頭になんですけれども、まずは告知の方から、告知というかお知らせを一件ご紹介いたします。お願いいたします。はい、前回の番組でもお伝えしたんですが、月刊花田プラス、月刊はつかないかな、花田プラスに恵み龍之介先生の寄稿が掲載されております。ぜひ皆様でお読みいただいて、記事の拡散をお願いしたいと思います。恵み先生、これはどういう内容が書かれているんですか？これはですね、玉城デニー知事が沖縄の知事である自覚を忘れてですね、あまりにも中国に媚びを売りすぎているものと、でもう一つはですね、知事の権限を持ちながらでですね、東アジアの軍事情勢全般に口出ししている傾向に対してですね、非常識だという批判を私は書いてあります。はい、特に沖縄の普天間基地とか国連機がはたまいているところはですね、北朝鮮半島の安定と抑止に非常になくてはならない機能を果たしているんですけど、ご本人それ分からないんですね。それ勝手に海兵隊をアジアから撤退させようとかですね、とても一地方の知事とは思えないような発言している。全部中国からの指示に基づいて動いているような可能性があるものですから、それを全部暴露してあります。はい、皆様どうぞお読みください。はい、はい、それでは早速本日のタイトルを申し上げてまいります。本日は有事の教材となった巨大台風というタイトルでお送りいたします。1、巨大台風本土沖縄間ライフラインを遮断。2、米国再警告、防衛省サイバー空間に中国軍サイバー部隊潜入。3、中露対立再燃化、毛沢東の警告。4、北朝鮮サイバー集団、ロシア先端兵器工場サイバーに潜入。はい、以上の内容でお送りいたします。本日もよろしくお願いいたします。まずですね、皆さん傑作の話があります。今沖縄では米軍基地から流出している P4 および P4 のですね、 PFOS および P4 の問題が、はい、渦中に上がってるんですけどね、先週ですか、先週でしたね、はい、那覇市内の公共駐車場内でですね、消火水の漏洩のアクシデントがあったんですね。先々週になりますかね、はい、でその成分を調べたらですね、もう米軍基地とは比較ならないぐらいの高濃度のものが発見されたんですね。はい、そうでしたね。そしたら最後の連中は何も言わないんですよ。でとにかく米軍が何かしたら大騒ぎする癖があってですね、さらに最近発見したんですけど、次回もし時間があればその写真も紹介したいんですけど、公共施設を作るためにね、はい、強制立ち退きもあり得るわけですよね。亡くなった尾中さんが知事および市長の時も強制執行がありました。ところが米軍が強制執行するとですね、わざと銃剣を持たせてですね、はい、銃剣で威嚇したとか言って騒いで言ってるんですね、はい、である沖縄タイムズの当初に3年前にですね、ある女性の方がこう書いてありました。はい、尾中さんはその銃剣とブルドーザーって言うけど、ご自身も強制執行さやってるじゃんって抱えてる方がいたんですけどね。そうですか。とにかく同じ事象を起こしても米軍が何かやったら、あるいは自衛隊が何かやったらですね、おびれをつけて大騒ぎする癖があるんですね。今回は どんな言い訳するかと思ったけど、ノーコメントだってそうことです、ね、本当ですよね、はい、であとはですね、また暗い話になるんですけど、はい、沖縄県は人口が右肩上がりで上がっているということで、非常に将来性があるという期待が持たれていたんですけど、今年からですね、初めて人口がマイナスに転じました。しかもですね、沖縄県民は暴飲暴食が多いもんですからね、心疾患を含むいろんなこの成人疾患が多いんですね。これが全国ワーストなんですよ、人口1万人あたりですね。生活習慣病ですよね。生活習慣病で、この人口が減る上に
一番働き盛りの40代50代の方々の県民のですね、あの健康状況が極めて悪いと、非常に短命になっているということでですね、でこれにプラスしてですね、小学校6年と中学校3年の対象にした全国学力テストが行われたんですけど、いずれも沖縄は最下位になっているんですね、はい、最低レベルということでしょうかね。そうですね、はい、ですからこの豊かな県を作るためにですね、もう少し真面目に前向きに検討していかないといけないと思いますね。何でも平和教育行ってね、あの本末転倒のことをしてますから、学校で現場ではですね。そうですよね、こういったことを反省してやっていかないと少子高齢化の波をボロに受けてしまうと思います。はい、じゃあ野原さん次お願いします。はい、1番の項目に入ってまいります。1番の項目は、はい、巨大台風本土沖縄間ライフラインを遮断という内容です。まあ、今度の台風は非常に大きかったですね。大変でしたね。もう私もね、台風慣れしていて、一晩寝れば済むだろうと思って、さしたる備えもしてなかったらですね、もうすごく大きい台風でね、はい、まあ、高台の8階のマンションに住んでるけど、焼けてガラスが割れるところでした。我が家はですね、めぐみ先生、海の、はい、まあ、割と近くということもあって、屋根とその周りが全部損壊してしまいました。はい、大変でしたね。そんな台風でした。で、今回はですね、はい、あの負の連鎖だったんですね。簡単に言いますとですね、まず台風が往復したわけですよね。はい、低速だと、巨大暴風圏が大きかったもんですから、断水とか停電とか都市機能が麻痺したんですね。農業環境における打撃も今農業だけでも判明したもので10億円を突破しているようですね。これからいろいろまたトラブルが出てくると思うんですけど、園外による腐食ですね、はい、屋外の電動器具エレベーターなんかがまた IC 回路がですね、電子回路が塩水かぶってあちこちで故障を起こしてるみたいですね。はい、でこれ見てください。観光産業のもろさるて基地関連受け取りとですね、私は日頃から観光産業の比較していましたでしょう、利益率はマイナス 4% からプラス 2% 極めて薄利なんですよ、観光産業というのは。リスクもあるし、今回の場合は停電が 30% 超で21万戸以上が停電したもんですからね、ホテルは停電するし、寝具等の選択はできずに、でこの金額に見合っただけのサービスができなかったと言って風評を買ってるわけですね、で今後危惧されるライフラインの遮断、これを野原さんも私も手分けして調査したんですよね、スーパーがこの品切れしてですね、もう考えられないぐらいの空白が生じていたもんですから、まあ、物は食料はないですし、台風暴風圏内が去ったと言ってもすぐに食料がね供給されたわけじゃないですし、またもうさらに言いますと、沖縄はあの船でしか行けない小規模離島が30ほどあります。そこの離島にはですね、もう台風が去っても強風圏内が続いていて、しけの状態が続いて、その離島に船が出せない、物資が運べないという状況が数日続いて、ようやく昨日あたりから船が出ていて、食料が小さな島に入っていってるという状況らしいですね。そうですね、停電も111時間とかですね、もう相当な犠牲を払ったわけですけどね、一番恐れるのはですよ、この品物を買うために殺到してきてですね、大衆が、で今度はこの奪い合いという想定外のことが発生することが一番怖いんですね。まあね、今回は台風ですからね、いつか去っていくでしょうという思いがあったから県民もね我慢ができたんでしょうけどね。それもあったんですけど、一旦 U ターンしてきた時にはやっぱりみんな死に物狂いになってましたですよね。そうでしたね、はい、直行して北上していた時には何とかなるだろうと、口笛吹いて散歩している人たちもいたんですけどね、しばらくしたら U ターンしてきたらもう死に物狂い。私はね、小学校時代に読んだ、漫画のおそ松くん、はいはい、赤塚不二夫氏の漫画の
おそ松くんを思い出しましたよ。どんな漫画ですか。東京湾にですね、ボートで遊覧に出て、このおそ松兄弟が、そしたら母親が弁当にこの兄弟が嫌いな人参を入れてあったもんですから、こうつまんで、なんだ人参かということで船内に捨てたポイ捨てしたんですね、ところがしばらくしてそのエンジンが故障して遭難したんですよ、東京湾で、はい、そしたらみんな腹減ってきてめまいしてる時に一人が思い出したんですね。あ、人参があったなと、奪い合ってたべよったんですよ。なるほどね。私もね、それを思い出しながら人参をやっと手に入れて昨日食べたんですね。そうでしたか。本当に美味しかった。やっぱりね、思ったんですけど、はい、店員の方が説明していましたけど、人参ありますかって言ったらですね、もう在庫がありませんと、いつ入荷するんですか、分かりませんって言うんですよ。これ言葉遣いも今後ですね、もし有事が発生した場合にはですね、言葉遣いも考えないといけませんね。不安心理は煽ってはいけないようにですね。ああ、そうかそうか。そういうふうにしてですね、今日はちょうどこのサイバー空間戦について説明するために、ちょうどこの有事という面でテキストにしたいと思ってるんですね、この今度の巨大台風をですね、はい、まあ、それは 今はとんでもない冗談を言ってしまったんですけど、もうとにかく皆さん、沖縄はね、自活できるものは何もないんですよ。そうですね。ただ生産性があったのは小作りだけが生産性があったけどね、今さっき冒頭言ったみたいに、これも今もうマイナスに転じた。そうですね、はい、プラスに転じてるものは何もない、九州から全部輸入してるんですね、戦前もね、沖縄県民の主食であるさつまいも、これも自給できなくて全部九州から輸入していたんですよ、はい、まあちょっと横道にそりますけど、沖縄の通貨に BN というのが約10年間作られたんですね、その BN 高政策を使ったから沖縄には製造業を生まれなかったっていうですね、宗教的な経済分析する方もいますけど、こういう県民性だからね、万が一ライフラインが1週間以上ストップしたと仮定したら、約10日になった場合にはですね、もうパニックになって奪い合いが始まると思いますね。ですからそのためにはやっぱりどうするかということをですね、今真剣に議論しておかないといけないと思います。そうですね、はい、沖縄県にも食料の備蓄がないことも露呈しました。行政がいろんなところで、台風対策ができてないということも露呈しましたので、まあいいね、この台湾有事におけるその教材にできるかなと思いますね。そうですね、はい、今シェルター作る話はあちこちで起きてますけど、はい、シェルターはできても食い物がなければですね、じゃあお互い食い合いするのかということになりますからね。怖い、はいはい、そうですよね、はい、まあということでですね、あとはですね、はい、昨年でしたか、半年前に那覇市の市立図書館のオンラインにハッカーが侵入してですね、ありました、まいしたことがありましたですよね、今中国にはですね、ボルト台風雲というハッカー集団がありまして、これは非常に米軍も警戒してるんですけどね、平時にシステムに入り込んで潜んでですね、有事に起動するんですね、はい、で沖縄の場合はですね、今話したみたいに九州と沖縄とはライフラインでつながってますけど、ここが遮断された時にはですね、もう 大パニックになりますから、これに関してもですね、どういう人に対応するかということを今真剣に議論しておいた方がいいと思います。そうですね、はい、まあ、ライフラインが遮断できるのは災害と、まあ、次のテーマに入ってまいりますけども、サイバー攻撃といったところなんでしょうか。ということで続けて2つ目の項目に入ってまいりましょうか、先生。はい、はいはいはい、2つ目の項目は、米国最恵国、防衛省オンラインに中国軍サイバー部隊潜入という項目です。この去年の3月17日にですね、はい、自衛隊のサイバー防衛隊が結成されたわけですね、はい、で野村さん、これはね、非常に私は期待して見てたんですけどね、はい、大きな問題を抱えてるんですよ、はい、憲法9条の制約がかかっていてですね、はい、相手の軸足に反撃できないんですね。これ見てください、自衛隊の情報通信ネットワークを守ることが主な任務だと。
2位は電力など重要インフラ、社会基盤の防護は想定されていないと、即座に反撃するには法制上の制約がある、この3点でですね、はい、もうアメリカは一番これを懸念していると思うんですね、うん、日本は一体やる気あるのかと、うん、軍事情報、衛星情報、宇宙情報を伝えてもそのまま筒抜けになるんじゃないかということでね、うん、不審に思ってるらしいんですよ、はい、で前政権の時の大統領補佐官も日本に来て注意するし、うん、今回はまた国防長官が来て説得してるわけでしょ、はい、防衛大臣に対して、もういつまでもですねこういったその中途半端なことはしない方がいいと思うんですね、というのはロシアがウクライナに侵入した時のことを考えますとですね、はい、まずこのサイバー戦で挑戦していきます、サイバー戦で相手のシステムを完璧に破壊しますですよね、はい、サイバー戦によって、はい、それをね十分認識しておかないと行わないといけないと思うんですよ。ロシアがウクライナに侵攻する際、ウクライナは政府機関などのウェブサイトが改変され、また発電所、運輸、通信の生産インフラが麻痺、金融機関の機能も一時停止するなどサイバー攻撃にさらされた。米国では平時からサイバー軍が重要インフラも防御するが、自衛隊サイバー防衛隊は平時に重要インフラを防衛することはできない。次皆さん注意し、お互い注意しましょうね。中国がサイバー攻撃を通して沖縄県民の日常に支障を生じさせ、米軍基地使用に反対する県民世論を醸成する可能性がある。これ十分考えられますからね。ああそうですよね。じゃあこの近隣国のサイバー部隊、中国は17万5千名ですよ。日本は580名。うん、17万5千名のサイバー部隊、サイバー戦部隊を保有していて、うち3万人が攻撃専門部隊。うん、北朝鮮は交渉6800名というけど、これは10分の1ぐらいかと思います。交渉は実際はこの10倍ぐらいいると思いますよ。うん、で現行の防衛計画の対抗では、自衛隊が敵からサイバー攻撃に対して防げる能力を持つことが明記されたが、法律上の制約で攻撃元とみられるサーバーへの侵入は容易ではない。専守防衛が壁となり、防衛出動が発令されないと反撃できないのが現状だ。こういう状況です。皆さん、以上説明したようにですね、我が国のこのサイバー防衛隊っていうのはですね、先進国中最下位なんですよ、実力がですね。でこれは注意しないといけないと思うのは、今後いろんなことが想定されると思います。はい、一発の弾も打たずにですね、パニックを起こして混乱させてて、侵略者の一応にはめるということは十分ありえますからね、うん、お互いに注意していきましょう。なんか先生、人材をこうもう探すにあたってアメリカなんかは面白い大会を開いたりしてる。そうですね、私は平成9年にワシントンで、はい、勉強して研修を受けたんですね、アメリカ国務省のプログラムでですね、その時に米軍の高官が私にですね説明してくれたんですけど、アメリカではもう平成9年時点でですね、全国ハッカー大会というのを開いて、はい、ハッカーの能力を持っている人間をどんどんピックアップしていたんですね。でなんとこの時優勝したのは中学生だったんですよ。もし日本でこういうことをしたらですね、少年犯罪を助長してるとか言ってですね、左翼団体とかお花畑団体が大騒ぎすると思うんですけどね、世界はそこまでしてですね、ハッカー優秀なハッカーをの人材を探しているんですよ。スケールが違いますね、全然スケールと発想が違いますね。これから戦いで勝利を収めるのはですね、サイバー空間と宇宙空間を制するものが世界を支配すると思いますよ。その点中国は相当投資してますからね。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、続いての項目は中露対立か毛沢東の警告ですね。毛沢東が生前でですね、こういうことを言ってるんですよ。ロシア人と踊りをするときにはね、手斧を手放すなと、はい、いつ飛びかかってくるかわからんと、うん、いう話をしていたしですね、
2016年に習近平氏がモスクワ訪問した時に、プーチンが嫌がらせしたんですね。はいはいはい。どういう嫌がらせしたかというと、熊のプーさんを描いたラベルをですね、ジャムに貼って、このジャムを君にやるということを渡したわけですよ。はいはいはい。むかーっとした顔したんですね。禁句ですもんね、プーさんは。習近平氏の前では。でプーチンは中国からの武器が欲しいもんですからね。はい。あの昨年の2月にモスクワで会見してるでしょ。その時に何て言ったかというとですね、無制限の友好関係を謳っており、中国によるロシア批判は異例ということ、まあ無制限の友好関係を謳ったわけですね。無制限の友好関係ですよ、はい、ということを謳ったんだけど、とんでもない事件が発生したんですよ。野田さん、これ読みます、はい。2023年8月7日です。モスクワの中国大使館は、中国人観光客がカザフスタン経由でロシアに入国しようとしたところ、4時間にわたる事情聴取を受け入国を拒否されたとし、ロシア側の対応を野蛮だと非難しました。中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領は昨年2月無制限の友好関係を謳っており、中国によるロシア批判は異例であります。同大使館は4日、ロシアの野蛮かつ過剰な法執行は中国国民の合法的な権利と利益を著しく侵害していると中国のソーシャルメディア WeChat に投稿しました。在ロシア中国大使館によると、7月29日にカザフスタンからロシア入りしようとしていた中国人5人が国境検問所で4時間にわたって繰り返し事情を聞かれたという。5人の入国は拒否され、観光ビザも取り消されたと同大使館は説明しました。同大使館はこの問題に関与した人物から提供された動画を確認した後、ロシアの外務省と連邦保安局、連邦国境警備隊に抗議したとしております。仮に中国の漁船が領海侵犯なんかしたとするでしょ、確実に追っかけてきて撃沈しますからね。あ、そっか、はい、追跡圏といって一旦相手の領海に入って、西側諸国だったらですよ、はい、相手の領海に間違えて入ってしまって警告を受けて出たらそのまま許されるケースが多いんですけど、ロシアは確実に機銃掃射してきますからね。でこういった事案もあるしですね、あるいは日ソ中ソ対立の時にですね、習近平当時は周恩来がですね、万が一のことを考えてモスクワに留学している中国人の留学生たちを全部呼び戻したんですよ。あ、そしたらね、はい、北京に着く前に全員毒殺された。だからね、今もロシアと中国は一枚岩みたいに見えますけどね、必ずしもそうとは言えないと思いますね。次いきますね。あ、はい。続いての項目は、北朝鮮ハッカー集団ロシア先端兵器の企業の LINE に侵入という項目です。はいはい。これはですね、皆さん、はい、キンジアールってことですか。キンジアールですか。キンジアール、これはもうPAC-3 ではもうとてもじゃないけど迎撃できないと言われるぐらい高速ですね、マッハ5ぐらい出る新型ミサイルですね。これを作ってる兵器工場のサーバーに潜入してるんですよ、北朝鮮がですね。でこの北朝鮮という北朝鮮のハッカー集団は敵を褒めてもなんだけど、したたかでですね、東南アジアあたりの銀行のラインに侵入して現金を奪ったりですね、仮想通貨を奪ったり、はいはい、今度はまたこの恐れも知らずにロシアの先端企業のラインに侵入して情報を取ろうとしたんですね。これ中川さん、ちょっと読んでもらえませんか、はい、ロイター通信はあるから、はい。ロイター通信は7日、北朝鮮のハッカー集団がロシアのミサイル開発情報を狙っていたと伝えました。ロシアのロケット開発企業が少なくとも5ヶ月にわたって標的となったという、米国の IT セキュリティ企業による分析が、端緒になって分かったという。
ということですね。ということですね。もう世界はね、こういうね、ならず者国家の連中はね、とにかく相手の技術と資金力を全部奪おうとするわけですよね。安閑として一致していたら自分たちにも被害を被るということはね、日本の政治家は理解すべきですね。本当にね、あの中国のそのサイバー攻撃といい、北朝鮮のハッカー集団といい、日本のそのね、いや、このこれここでは日本政府の脆弱さが浮き彫りになったという米国の指摘ですよね、めぐみ先生ね。そうですね。それでね、はい、西側の情報は日本から漏洩されるというジンクスがあるんですよ。あるいはね、日本の政治家はお人よしが多いからね、亡くなった橋本龍太郎元総理なんかはね、世界が天安門事件でね、中国政府のあまりにも悪辣なやり方を批判してブロック経済をブロックしたんですね。そしたら橋本龍太郎氏は工作員の女性と通貨の関係になっちゃってね、中国の、それを起点にしてそこから漏洩し始めたんですよ。当時は中国の最高実力者の鄧小平もそれを知っていてですね、鄧小平が支持したという分析もあるぐらいでした。そうですか。日本から決壊していくんですね。なんかね、もうなんかアメリカは日本を信用してくださって、貿易密のこの盗み取りとかも合わせて同盟国にね警戒するのは当然の話でですね、とりわけこの日本はこれまで信頼してもらってきたわけですよね。で、例えばですね、めぐみ先生、米国が開発した、イージスシステムですよ、これって日本としか共有してないそうじゃないですか、これは閉会で、ね、独自で入手した情報ですけれども、ここに関してね、例えばこれ日本から、あ、例えばですよ、米国に中国やら同盟国の韓国でさえもイージス艦見せてって見学させてって来ても絶対アメリカは見学させなかったそうですよ。これがもう日本側からこのイージスシステムのこのね中身が取られるようなことになったらね、それは米国からしたらふざけるなって話になりますし、信頼も一気に吹き飛んでしまいますからね。そうですね。ねえ、もう私は思うんですけど、めぐみ先生、もう遅いくらいですけれども、防衛大学校や防衛医大のようにですね、防衛サイバー大学を作って、もうどんどん若い子人材を育てていくべきじゃないかと遅いくらいだと思います。そうですね、やるべきではないかと思いますね。はい、今から10年ぐらい前に深センっていう中国のフリゲート艦が入港してきましてね、春前にね、その時は海幕長の吉川英治先輩だったんですけどね、大サービスして局長クラスが迎えに行けばいいのに、ご本人が行ったわけですね。行ったら今度はそこの官庁から何を頼まれたか、イージス艦の霧島見せてくれ、言われて、OK しようとした時にアメリカが怒ってですね、ですよね、ふざけるな言ってね、輸送艦を見せたんですよ、中国海軍にね。で、結局イージス世界の先端を見たらイージスシステムが欲しいもんだからね、あの手この手を発揮してね、女性を使ったりしてですね、で、この信じられないぐらい自衛隊の守秘体制はね、緩いんですね。困ったものですよね。で、日本にもスパイ防止法がないもんだからね、あるいは軍隊がないもんだから、軍法とスパイ防止法で規制することができるけど、その両方ないもんですからね、困ったもんです。いや、もう本当、戦前はちなみにどうだったんですか、メイグ。戦前はすごいストリクトな守秘活動をしてたんですけどね、戦艦大和だけはイギリスにバレましたね。イギリスの新聞に大きく出て、クレーで戦艦大和建築して大きな壁を作ってですね、ウォールを作って見えないようにしてたんですけど、戦艦大和建造中の内線電話の番号簿がイギリスに流れてですね、イギリスの諜報機関に、イギリスの新聞に大きく出たんですよ。それで日本のリベラルな海軍の
海軍出身の政治家の神田健和氏なんかがですね、中野治軍令部総長にもう大韓共和主義の時代は終わったと、なぜこんな巨大な軍艦を金使って作るんだって言ってるあの国会に答弁があるんですね。その根拠は全部イギリスに流出して、イギリスからまたピックアップして国会で取り上げてるんですよね。だからね、アングロサクソンをあなたとてはいけないと思うのはね、彼らの情報収集能力っていうのはすごいですから。そうですね、まあ、アングロサクソンに加えて今やもう、ね、中国北朝鮮なんかがね、発火できるような時代になってるわけですからね。本当に日本がもう、本当にその辺では遅れを非常に取ってますよね。そうですね、はい、サイバー攻撃っていうのが今後予想される、最も優先順位の高い要警戒対象ですね。そうですね、パニックにならないようにですね、本当は行政が指導すべきですけどね、備蓄も含めて。まあ、そうですね、まあ、もう日本政府は自国の国策をこうもうおざなりにしてきたツケがもうあちこちいろんなところに出てきているという状況だと思うんですよね。そうですね、どこからどう手つけていいかわからないような状況になっているとは思いますけども、一つずつもう本当に国行政にお願いしていきたいと思いますね、めぐる先生。はい、はい、もうよろしいですか、本日はですね、はい、言いたいことありますか。あとは台風7号がですね、はいはい、関東地方に上陸する可能性がありますから、はい、どうか被害を極小にするように皆さん注意していただきたいなと思います。はい、あとは飲み物、食料の確保ですね。はい、今のうちどうぞ皆さんね、関東甲信越東海の皆さんですね、はい、確保をぜひお願いしたいと思います。はい、それでは本日の番組は以上となります。皆様本日もご視聴ありがとうございました。どうぞよろしく夏をお迎えください。失礼いたします。